突然ですが皆さん、福岡市といえば何を思い浮かべますか？豊かな自然に多くの歴史的建造物、たくさんのグルメに高い交通利便性など、様々なものをイメージすると思います。その福岡市、今日大東建託が発表した全国住みたい街ランキングで1位に輝きました。2位の那覇市、3位の横浜市を抑え、4年連続のトップです。福岡市の中心部、天神にやってきました。地元の人から見た視点、それから外から見た魅力、課題、このあたりを今から聞いてきます。福岡市が4年連続1位になったんですけど、どうですか、地元の人としては。まあ嬉しいよね。